いや第1ラウンドから石田が第1ラウンド、さあ1分が経過してどうでしょうか。鋭いジャブ、第1ラウンドなかなかに緊張感、非常に長いジャブを振ってきます。で入る必要はないですかね、序盤から、はいはい、さあ近いところが一つ両名さんポイントになりますかね。今回は10ラウンドで行われます。左のジャブを伸ばしていくというさあこの田中康生ないんで、はい、問題ないかなと思います。はい、この第1ラウンドはよく左が出ていました。まあそうですね、はい、で言ってる通り、はい、まあ、その攻撃倒して勝つんだというですから、まあ、ボディを持っていきます。フックからボディ、まあ、左のジャブ田中康生陣営なんですが、左の途中には笑顔を見えていた田中康生を出します。ボディブロー、ナイスか。コーナーサイド全て1ラウンドはですから結構こう様子を距離の近い戦いは、まあ、自らもというところ。ボディブロー、ボディを、はい、田中のアッパー、キレというか、はい、っていうのも出てきましたね。の技術の優れた選手、プロはまあ通じて飯田さんまだダウンしたことがないというこの石田ですよね。本当に相手のボディ鍵を握りそうですかね。飯田さん、ボディ公開しました。石田、さあ近い距離ですけども、ストレートですね。ビルジャブ、そして同じく長く伸びるストレート、さあ詰めていく。どうでしょうね、距離感としては田中も完全に掴んだ。もう切っています。そのあたりで田中も徐々に前に行きます。アッパーを出していきました両者。さあ詰めていく田中、ビルストレート左、そうですよね。調整は万全と胸を張ります。左のジャブ、近い距離、石田も逃れていきます。ボディロー、さあポイントではありますけども、ボディロー、ストレート強引さが、はい、高田さん、はい、赤コーナー田中サイド、畑中清会長なんです。ポイントを取られたかもしれない。田中も徐々にこう距離ラウンド目からはナイスという声が響いてたんですけども、ちょっとこの第3ラウンドから雰囲気変わります。さあ田中ボディロー、リード両者ともにまだ決定的なシーンはありません。飯田さん、田中の動きどうでしょうか。いいですよ、はい、もうどんどんこのぐらいちょっと強引な、まあ、ボディで効かせるっていうこともありますけども、はい、手を出してなんとか距離をというリードストレート。ただ入りは浅いボリュームまだ譲ってないですね、はい、だからこそある程度戦前の予想通りといいますか、田中にとっては邪魔になります。4ラウンド目あたりからはもう強引しても前に村田大輔トレーナーもですね、いいパックにします。そうですね、ですからやっぱり同じ場所に行ってはいけないということになります。さあ田中は下ももらいっぱなしにはしません。いやいいパンチの交換になってますよ。打ち合いになっています。ボリブロー、アッパーさん、はい、事前に言われているのが右のストレート、もうあの G っていいと思いますよ。そのぐらいの力があります。田中3階級王者、そして石田は右を振って突っ込んでいく。さあ近い距離、石田がボリブローを当てる田中に対してというところ、さあどうでしょうか。田中前に行きます。距離を詰める。第5ラウンド、右のストレート。非常にクオリティの高いボール。石田もちゃんとこう、つけてるか。ちょっと分かんないですね。はい。はい、やや強引にもいった田中ではありますけども、5ラウンド6。これが、相手の隙をついて、はい、少しこう、勢いの回転力は石田の持ち味です。ドリブル。いや、この辺りもパンチが当たる。それですね。左のジャブ。距離を支配したいというところです。前に行きます。左のジャブ。しかし、左頭をつけ合う。ボリブロー、アッパー、右を打ち下ろしてきます。石田翔、左から右、ボリブロー。第6ラウンドも激しいパンチと交換、右のストレート、激しいパンチと交換、右のストレート、注意したいですよね、飯田さん。そうですよね、右のストレート、ボリブロー。さあ、飛んでいく。どうですか、ここ、あの両名さん。あって思いますけどね。はい、右のストレート、しかし下がらない作戦を取ってたんですけども、はい、もう今プレッシャーで、はい、はい、入り方、腹、これが角度よくボディを捉えています。ボリブロー機能しなくなってきてますからね。あ、なるほど、はい、坂田さん、はい、一方石田陣営ですけどね、序盤から非常にいいパンチは出てるんだけども、はい、勝負どころでちょっとガードが下がると、そこは気をつけてほしいということを、まあ、ここまでやってきたんだから、見せたら見せたらと、そういう言葉が出ています。なるほど、いやー、そのガードが下がるというところ、ボディをしっかり打っている田中でもあります。したがって両名さん、近い距離からまずの石田のジャブの効果がというところではあります。もう入れるようになりましたよね、はい、もう完全に距離が近くなっています。もうこの石田のジャブがそうですね、うまく使えなくなってきてますよね。そうですか、入ります。距離の近いところ、石田もサイド、
右のストレート、マナコのパンチを持っている。右のストレートです。折り返し、第8ラウンド、もう残り3ラウンドという今日は10回戦で行われます。坂田さん、はい、赤、はい、随分会話をしながら本人もうなずいてます。はい、右のパンチを外す作業。あ、右アッパー、ボリーブローで返します。この中野選手の戦いではありますが、両者ともに、はい、なかなかビッグパンチ、まあ、正直なところ飯田さん、田中からするとここで落とすわけになってきた。ともに気持ちの強いこの終盤です。見ました、しかしジャブを返す、左のジャブが出ていたんですが、右のストレート左、高距離だと一緒なんですよね、はい、さあ第8ラウンド、ボリブロー、この仕組みに放ちました。左のフック、距離が近い、この辺りは田中の振りか、そうですね、はい、この終盤になっても戦い方に8ラウンドも残り時間がありません。左のジャブ構成、両者ともにパンチの当たる距離、初めての世界挑戦、そして挑戦者決定戦と、いずれも半パンチと交換があるんですが、右のストレート、これを爪にかかります。見ろ、大切さですよね。予下戦ではこの低さを突かれてのノックアウト負けというこの10回戦です。ボリブロー左、同門の先輩井岡和也、日本タイトル5度防衛、右のストレート、ボリブローですよね、石田もね、いやー譲らないですね、本当に、はい、そうなんですね。さあ田中、アーリー使い始めましたね、はい、お左の服、よし、立派にこう対応しているという感じです。一方の田中恒成は自力を生かして前に行きます。右のストレート、相打ちになっているがどうか、逆に左を返す、右のストレート打ち下ろす、激しいパンチの交換、石田もジャブを出して、いや残り3分です。この最終ラウンド詰めていく左、いや飯田聡さん、伊達ではありませんね、いや本当に、ちょっとですよね。10ラウンド残り1分を切っている、スーパーフライ級頂上、田中恒成2人の残り10秒、右のストレート、田中前に来る、さあ残り10秒、左の服、下がり流れではありますが、さあ前に来る田中恒成ですが、ここでゴング、10ラウンド30分間が終わりました。